も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、いよいよ皆さん、大注目の2020年からスタートするガズレレ初のアプリ、その名もガズレシピ。ガズレシピ、こちらのアプリ、このアプリのこと、ちょっとここのリンク貼っときますので、ちょっと見てください。初めてのアプリですけど、楽譜が見れるということなんですけど、まずはですね、あ、この先いろいろ付加価値がどんどんついてきますけど、その楽譜ってどんな風に見えるのかなっていうサンプルのためにですね、ガズのオリジナルソングを楽譜無料公開していますので、アプリ内でちょっと確認してもらって、この今からやる演奏する曲に合わせて、その楽譜見ながら一緒に合わせてやってみてください。はい、そのための今日は動画なんですけど、ガズのオリジナル曲ご披露したいと思います。あの風という曲でございまして、この曲はね、最初に言っときましょう、超絶難しいです。なんですけど、まあガズはこういうの結構好きっていうのもあるんで、ぜひ皆さんに一緒にシェアしたいと思うんですけれども、結構難しいです。出てくるのはレゲエビートとか、このサスフォーとかコードもいろいろあるんですけど、まずは今回ね、その楽譜のチェックということで、かっこいいバージョンのワンバージョンだけにしますが、ちょっと演奏終わった後、軽い解説を入れます。ちょっとこのいろいろ探りながら、ガズのこの世界観も体験してみてください。そういうことで、ガズレレのオリジナルソング、あの風、やってみようと思います。ワン、ツー。ソング、あの風やってみました。爽やかでしょ。これね、結構お気に入りです。これでもちょっとリズムは難しいですよ。レゲエビートです。キレがいい、カッティング、これはまあかなりの難しさでございます。はい、レゲエビートの弾き方、ここに一応リンク貼っておきます。これウクレレでできるリズムのいろいろのガズレレホームページの一枚で、その中からレゲエビートちょっとやってみてください。ドンジャッカツッカッカドンジャッカ、ちょっとかっこいい方のレゲエビートでございます。はい。
これは奥が深いです。あとイントロで、これ C 押さえたまま、1-0-3弦の2フレット、サス4と C アトナイス。裏できます。タタタタ、止まって。この辺ちょっとわかる ?1-0-3-0、あ、1-0-2-0か。タタタタ。はい。小指を、ここで1弦の3フレット押さえたまま、こことここを足してます。タタタタです。この辺のこうスパッとこうキレがいいのがこれポイントでございます。これはもう最初に言っときますけど、相当難しいと思いますけど、でもやっぱこのリズムの中でこのね、あのちょっとラップっぽい歌をこう軽やかに歌う、もうビーチを思い浮かべながら、もうコロナビールをハンモックでこう、そんなイメージでやっております。はい、こういうのもね、たまにはね、面白いと思う。ガズのこの頭の中を覗き込むようにちょっとこの曲も演奏してみてください。もちろんこの弾き方じゃなくても4つ弾きでもね、8ビートとか16ビートでも、にょっきりと、日本立ちしている。こんなのでも8ビートのシャッフル気味でもこれかっこいいと思います。いろんなあのアレンジで、それぞれの方の楽しみ方でこのガズの愛がたっぷり詰まったこの曲演奏してみてください。よろしくお願いします。ガズレレ .com ホームページで最新情報どっか更新していきますからね。もう2020年からバンバンもうどえらいこと始まります。ホームページのリンクも貼っておきます。よろしくお願いします。さあ楽しんで音楽していきましょう。アプリも出たし、もうウクレレもあるし、もう楽しもう。さよなら。